7月9日日曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。クーラーのかけすぎには注意してくださいね。豊島情報スクエア始まります。皆さんこんにちは、水沢美香です。7月9日日曜日、豊島情報スクエアのお時間です。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組となっています。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオからお送りしています。また再放送はご覧の時間帯に放送しています。さて、これから海水浴や夏祭りと夏のイベントが盛りだくさんですね。ただ気になるのが紫外線。私はこの時期、夏野菜のトマトをたくさん食べて体の内側から紫外線対策していますよ。紫外線に気をつけながら夏のお出かけを楽しみましょう。今日はそんな楽しい夏のイベントについてご紹介します。では早速参りましょう。本日は豊島区の夏の風物詩の一つ、アウルの町の夏祭り2017についてご紹介します。ゲストにお越しいただいています。本日のゲストはアウルスポット諸岡彩子さん、全幅トリオの鈴木橋本房代さん、鈴木秀代さんの3人にお越しいただきました。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、生放送は。緊張します。初めてなのでもうドキドキです、はい、ぜひ楽しんでください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速諸岡さん、はい、アウルスポットの夏祭りについて教えてください。はい、アウルスポットでは今年の夏もですね、はい、家族で楽しめる演劇ダンスの公演ラインナップを多彩に集めました。はい、はい、たくさんのラインナップお持ちということで、はい、はい、ぜひご紹介お願いします。はい、ありがとうございます、はい、ではですね、海の子どもたちご紹介します、はい、後ほどごゆっくりご紹介させていただくんですけれども、うん、はい、7月22日23時13時開演となっております、はい、こちらがですね、うん、パントマイムとダンスと三線で紡ぐファンタジーとなっております。はい、はい、先にチケット情報をお伝えしますと、はい、大人2000円、中高生1000円、はい、小学生5000円、はい、障害者割引1500円となっております。お安いですね、はい、家族で楽しめる価格設定となっております。はい、お越しください、はい、ということですね、はい、ぜひぜひ後ほど、はい、ごゆっくりご紹介したいと思います。はい、はい、続きましてですね、こっちですかね、はい、こうか、はい、本日の時間帯はですね大丈夫です。はい、こちらが7月25日に開催されます、はい、小林健作さんによるご機嫌な読み聞かせとなっております。はい、終演後は子どもたちだけにおまけをご用意しております。お土産付きですね。はい、ちょっと内容はお楽しみということで、はい、はい、2番目がピンク色の魔法の指という演目なんですけれども、はい、うんうん、豊島アート夏祭りのメインプログラムとなっております。はい、ワールドダールの魔法の指を舞台化しています、はいはい、で鈴木拓郎さんによるですね、客席を巻き込みながらのエンターテインメントになっておりますので、はい、皆様楽しめそうですね。8月5日から16日となっております。はい、はいはい、続きましてみんなの日本舞踊ですね、はい、日本舞踊、はいはい、日本舞踊というと皆さん難しいのではと思うと思うんですけれども、この公演では落語家のナビゲート付きで見どころを解説してからご覧いただくので、うん、皆さんで楽しめると思います。解説付きですね、はい、今日本舞踊界で注目されているお二人、はい、藤間蘭光さん、花柳元さんにご出演いただきます。はい、はい、8月18日金曜日です。はい、はい、続きまして、はい、続いてはこちらですね、はい、子供のためのシェイクスピアリア王、こちらが7月14日から19日に開催されます。はい、今年はですね、四大悲劇の一つシェイクスピアのですね、リア王が登場いたします。シェイクスピアもやるんですね。はい、はい、続きましてですね、はい、こちら
アウルの街の遊び場ということで、劇場に遊び場が登場いたします。はい、劇場ホワイエにこのようなテントが、はい、登場するんですけれども、うんうんうん、今お持ちいただいてるんですが、ですね、はい、皆さんに工作を簡単にしていただくんですけれども、プラ板って皆さんちょっと懐かしいなと思う方、ね、いらっしゃると思うんですけど、はい、最初にそのなペラペラのプラスチックのなんか絵を、はい、皆さんお好きな絵を描いていただいて、うん、オーブントースターでチンとするとこのように小さく縮こまって、ね、固く、はいはい、なって後ろにバッチをつけるんですけれども、はいはい、その、はい、このテントにですね、はい、バッチをこうつけていって、展示が進化していく、はい、だん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 皆さんのご協力参加いただいて、はい、展示がどんどん進化していくっていう内容になってます、はい、いいですね、参加型でね、はいはい、お作りいただいたものはお持ち帰りいただいても大丈夫です。持ち帰れるし、つけても大丈夫ということですね、はい、こちら参加無料となっております。無料、はい、はい、7月15日から8月18日、はいはい、皆さんどうぞお越しください、はい、お越しください、ありがとうございます。はい、最後にですね、はい、もうニューボーン踊り、はい、もうこちらおなじみですね、はい、そうですね、はい、昨年は9500人の方々が、はい、ご参加いただいて、ね、もう本当に夏の風物詩となっていると思います、はい、今年は10周年となっております、はい、こちらも入場無料で西口公園ですね、池袋西口公園で15日16日、はい、17時半からとなっております、はい、皆さんぜひお越しください、はい、お越しください。はい、ありがとうございました。でそんな中、先ほどもご紹介いただいた舞台海の子どもたちの今日はご紹介したいと思います、改めてご紹介します。橋本房代さんと鈴木秀志郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか房代さんからなんか自己紹介お願いします。はい、橋本房代です、はい、パントマイミスト、はい、と、言ってましたが、昨年から、マイムでカポレストって、名乗るようにしましたはい、きっと日本にも世界にも一人しかいないと思います、はい、カッポレも好きなので、はい、前目でカッポレストと、はい、やりました、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いします。鈴木さん、お願いします、はい、そんなカッポレストの橋本さんと一緒にパントマイムやってます、はい、鈴木秀志郎です、はい、2人で、ね、全幅トリオっていう名前でやってるんですけども、はいはい、トリオ、そう、そうなんです。なんでトリオなんですか。2人だけどもトリオなんです、はい、これが。なんか由来はあるんですか。もともとはですね、はい、3人でやってたんです、本当に3人 で、 で、うんうん、僕たちと共通の知り合いの、女の子文ちゃんって言うんですけど、文、はい、ちゃんを通して、まだ、通じてなんか3人一緒になって、はいうん、そしてね、作品を作ったりなんかして、それでもともとね、全福寺公園って杉並にあるんですけども、ね、はいはい、そこでもってね、お花見をしたりとか、うんうん、まあ、練習をしたりとかいろいろやって、はい、で名前ももう全福トリオでいいかなと、はい、なかなかいい名前なんだ覚えやすいですよね。そう、はい、そうで、いろいろあってちょっと今その文ちゃんは少し離れていました、はい、離れてるんですけども、2人になってもトリオでもいいんじゃないのかななんて思っていて、最近はね、トリオで、こんにちは全福トリオですって言った後ね、変でしょって二人なんだけどトリオなんだけど、はい、それはね、はい、秀城くんと房代さんと、はい、そしてあなた、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 見ている方があなた、それと全幅トリオだ、だから会場が全幅トリオだらけです、はい、っつってやってます、はい、そうなんです、はい、そういうトリオになってます。なるほど、よろしくお願いします、はい、そんなお二人なんですけれども、海の子どもたち公演されるんですけれども、こちらはどんな舞台なんでしょうか。これはね、はい、もう子供たちとありますけれども、はい、そう、子供たちなんです、はい、3人の仲良し3人組が、はい、織りなす、そう、今日も何して遊ぶっていう感じでワイワイ始まるんだけども、はい、なんか意地悪な気持ちが起きたり、ちょっと取り返しのつかない間違った世界に入り込んだり、うん、そういう怖い思いをしたりするんですね、はい、でそれらがでも全て無言、無言劇、無言劇、セリフなしですか。でそうです、そうなんです、はい、そういう感じで、はい、進んでいく、そういうお芝居なんですね、はいはいはい、こちら見どころとかはありますか。見どころっていうのはもう満載ですよね。満載さっきも言ったその海の子供たちって、はい、僕たちも、ね、ご覧の通りも大人の、あともう一人ね、はい、それこそ今
羽田に着いたと思うんですけど、はい、出演者のキム・ドアン、はい、ドアン君は、ね、少し若いですけどやっぱりもう大人です、はい、その僕たちが子供たちを演じるって、はい、これももう立派な一つ見どころかと思うんですけどね。はい、使われてるということで、はいはい、こちらも見どころですかね。見どころですね、はいはい、ありがとうございます。そしてあのこちらの演出をされているチョン・ウィシンさんなんですけれども、うん、とても有名な方なんですけれども、うんうん、チョン・ウィシンさんってどんな方ですか。うん、どんな方だ。優しい人ですよ。優しい人もうね、はい、あのまあ、チョンさんはね、そう素晴らしい、もう心があの冷えない人、はい、もう熱い、もうパッション。なんかウィシンさんとのエピソードなどありますか。もう稽古を進めて、まあ、稽古もそうなんですけど、はい、やっていて、はい、こう常にこう作品を良くしていくようにっていうのはのと続けていってくれるんですね、はい、だからね、チョンさんのね演出はね、うんうん、あの言ってるんだけどね、線路は続くよどこまでもってあるけどあれは違う、うん、チョンさんの演出は続くよどこまでもが正解だ、うん、って言ってるぐらいね、そういうずっとずっと、ね、作品をこう磨きかけてくれるっていう、そういうのを僕たち出演者一緒になってこう作ってくれる、そういう演出家さんですね、はい、諸岡さん、こういう著名な方の演出をこの舞台でされるってすごく、ね、珍しいというか素敵ですよね。そうですね、はい、数々の脚本賞を捉えているチョン・ウィシンさんの無言劇となっておりますので、はいはい、東京初上演。あ、初上演なんですか、はい、ぜひアウルスポットにお越しいただいて見ていただきたいと思っております、はいはい、でこちら去年沖縄であの公演されたんですよね。 その時の反響はどんな感じでしたか。とっても喜んでいただきました。私も嬉しかったんですけども、はい、やっぱりファミリーの方が見て、そうですね、良かったですね、はい、もうあのそれこそ小さい子たちからあの大人の方々、お年寄りの方も、はい、たくさんの方が見ていただきまして、はい、最後あの大変盛り上がったと聞いたんですけれども、もう本当沖縄では珍しいとおっしゃってました。沖縄の方が、はい、もうみんな、うん、あの立ち上がって、うん、あのすごくスタンディングをゲストすごくファンの方がいらっしゃったのか、ね、すごくあの、はい、皆さんあの、はい、よかったってあの、はい、おっしゃってくださいました、はい、なるほど、うん、でも2人はずっとパントマイムをされているということなんですが、うん、パントマイムの魅力はどんなところでしょうか。そうですね、はい、ずっと長いことやられてるんですか、うん、なんだかんだで僕も長いんですけど、ね、何年くらいやられて、スタイフさんは。私はね、はい、もうね30年ぐらいになります。30年ぐらい、すっごくちっちゃい時から始めたので30年ぐらいになりますちょっとかけますけども、ね、鈴木さんは、うん、それ少しかけますけども、うん、まあ、でも長くやってます。はい、そんなパントマイム後でご披露いただきたいと思います。はい、それではここでですね、公演した海の子供たちの映像をダイジェストでご覧ください。5 4
ちらへカメラの前にお立ちください。どうもありがとうございました。すごいね、迫力があったんですけれども、ちょっとハーハー息切れが聞こえるんですけれども普段体力作りなどされてますか？もう日々やってますかって。ストレッチ、筋トレ、筋トレ、筋トレされてますか？分解とかやってますか？はい、ありがとうございました。それではですね、橋本さんと鈴木さんにまた改めてお話を伺いたいんですが、子どもたちに感じてほしい、舞台を通じて、ね、感じてほしいことなどございますか？言葉がない分だけ、こう想像力を持ってこう作品、その舞台を見てもらいたいなって思います。今のね、パントマイム中もすごくストーリー性が伝わってきましたよね。そうですか、はい、こういう想像力でいいんですかね。こうなって、そうですよ、こうなって、それからどうなるのかなって思いながら見てほしいと思います。はい、それはもう大人の人たちもそうですけども、大人も子供も一緒です。はい、そうですね。はい、さよさんも一言。はい、はい、もう本当にみんなの子供たちの、まあ、つま先から頭先、お尻も、はい、お腹にもいっぱい想像力が詰まっているので、はい、それをフル活動して見てもらいたいです。はい、はいはい、ありがとうございました。それでは諸岡さんの最後に改めてチケット情報をお願いします。はい、はい、海の子どもたち7月22日23日両日とも13時開演となっております。はい、チケットは大人2,000円、中高生1,000円、小学生500円、障害者割引1,500円です。取扱いは豊島チケットセンターです。詳しくはアウルスポットのホームページをご覧ください。はい、ご覧ください。すごいね、お求めやすい値段ですのでね、はい、ぜひたくさんの方に来ていただければと思います。本日のゲストはアウルスポットの諸岡彩子さん、舞台海の子供たちから全幅トリオの橋本房代さんと鈴木秀志郎さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。はい、明日の生放送は区内にある専門学校東京デジタルアーツについてご紹介します。それではまた明日もご覧ください。さようなら、来てねー。